本当に素晴らしい。で、その配給なんですけれども、その、まあ、もう少しずつご覧になっていただけてるということなんですけれども、はい、お気に入りのキャラクターとかってありますか？あ、聞きたい。ええ。影山なんだろうな、きっと。日向なんだろうな。もちろんカラスノでしょうね、きっとね。カラスノなんかちょっと、ちょっと、フラグにはなりかけてたけど、大丈夫？そうですね。まあ、もちろんそこは、ええ。そこはもちろんなんだけど、はいはい、これ、どう、正直に言ってももちろんなんだけど、及川。及川さん来ちゃった。いや、やっぱり及川さん強い。及川さん。いや、これは、僕も好きですからね、及川さん。そうだね。及川好きだもんね。これは、シングルの後ろ側が及川になってるのは、好きだからなんですか？いや、でもその、なん、はい、でも、いいっすよね。いや、及川は多分みんなめっちゃ好きだと思います。いや、マークをね、うん、こう、回してくれてるんですよ。俺らの。これですね。はい。確かマークを。これ、鹿ですか？あの、鹿と鳥が3匹いる地球の上にっていうのを、鹿マーク。ずっと結成当時から使ってるマークなんですけど、まあ、それを回されちゃってるっていうのが、個人的にはすごいいいですね。いい。手のひらで転がされてる感が。及川さんが続いたね。